皆さんこんにちは。ベーシストそして音楽クリエイターをやっておりますベンです。本日の動画ですが、ベース初心者の方向けにコピーしたフレーズの解説で、ロン・カーターの4ビートのベースライン、こちらの方を解説していきたいと思います。このチャンネルはベーシストの方々に向けて様々な情報を配信していくチャンネルです。動画を作るモチベーションにもなりますので、ぜひ高評価やチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ということで今回の動画なんですけど、ロン・カーターの、ベースラインですね、4ビートのラインなんですけど、こちらの方を、1コーラス解説していこうという動画になっております。この動画にたどり着かれてですね、今動画を見ていらっしゃる方はロン・カーターが誰かっていうのはもうご存知だと思うんですけど、もしかしたらですね、中にはロン・カーターをご存知じゃないという方もいらっしゃるかもしれませんので、簡単にですね、彼のことをちょっと説明したいと思います。はい、こちらが、ロン・カーター先生の、簡単なプロフィールですね。彼はアメリカのミシガン州出身で、大学時代にチェロを専攻していたんですね。クラシックをもともとやっていたんですね。で後にですね、ベースの方に転向して、そしてジャズを始めていくんですけど、1960年代にマイルス・デイビスのグループに加入して、それで一気にですね有名になって、スターダムにのし上がるといった感じになっております。でその後もですね、無数のライブやレコーディングに参加して、なんとですねギネスブックを出しているギネスですね、あちらにですね最もレコーディングに参加したジャズベーシストということでギネス登録されている、すごいベーシストなんですよね。でこのロン・カーター大先生のですね、ベースの特徴なんですけど、一言で言うとですね、クロマチックアプローチを、かなり多用するベーシストというような感じですね。いろんなフレーズを弾いたりするんですけど、最もですね特徴的なのはその、よく使うクロマチックアプローチのフレーズかなというふうに個人的には思っております。そして今日紹介していくフレーズの参考曲なんですけど、それがこちらの曲ですね。これになります。このアルバムに入っている「The Old Black Magic」という曲になります。この曲はですね、もともと古いアメリカのポップスなんですけど、1940年代ですね、ハロルド・アーレンという人が作曲して、その後ですね結構ジャズミュージシャンも気に入って、それをジャズのシンガーが歌ったりとかして、後にこのハービー・ハンコックトリオも、インストで演奏しているというような感じの曲ですね。この曲を選んだ理由なんですけど、ちょっと前に、コメントでですね、この曲のベースラインを、ちょっと解説してもらいたいっていうコメントを頂いてまして、ちょうどですね、ロン・カーターのベースラインなんか紹介したいなと思ってた時に、この曲のベース弾いてるのがちょうどロン・カーターなので、ちょうどいいなと思って今回、この曲でやってみることにしました。それでは、フレーズの解説をしていく前に、僕のデモ演奏をちょっと聴いてもらおうかなというふうに思います。ちょっとですねロン・カーター先生のスイング感にはちょっと及ばないんですけど、ちょっと頑張って弾いてみましたので、横に譜面も出しますんで、演奏とその譜面を見ながらちょっと参考にしていただければなというふうに思います。でピアノとドラムはですねちょっと打ち込みで申し訳ないんですけどやらせてもらいます。それではデモ演奏の方を聴いてみてください。このような感じです。はい、いかがだったでしょうか。弾いているのは僕なんですけど、非常にですねかっこいいフレーズですよね。それではここからフレーズの解説を行っていくんですけど、この曲はですねちょっと非常に長いので、全部のパートをですね解説していくっていうのはちょっと難しかったので、ソロに入った1コーラス目のソロですね、ピアノソロのとこです。ここの部分のベースラインを、解説していこうかなというふうに思います。この1コーラス目でですねすでにロン・カーターのですね特徴的なフレーズがいくつも出てきて、実際に演奏で使えたりもしますんで、ぜひですね最後まで見ていっていただければなというふうに思います。それではフレーズの方を見ていきます。まず最初の2小節書いてあるところは、ここはピアノのソロのピックアップがあって、ベースはブレイクでお休みです。そして最初のド頭の音ですね、これは E♭ メジャー7のコードなんで、ルートの音から始まっているという感じですね。そして次サードに移動した後は、次のターゲットノートの5度の音までクロマチックアプローチで上昇していくという感じです。2小節目、ここですね。ここは B♭ 系のコードっていう風にですね、解釈を変えて B♭ のルート、フラットナイン、ナインス、サードという風な動かしているような動きを作っています。そして3小節目は、また1小節目と同じインターバルでちょっと音程を変えて弾いているという感じですね。そして4小節目は4ビートの定番フレーズの5度、シャープ11、11という風にクロマチック動かして、また5度に戻るっていうフレーズがあるんですけど、これを使っているような感じですね。そして5小節目、まず分散和音のフレーズがあって、で次のターゲットノート、ナインスノートをターゲットにしてるんですけど、ここまでクロマチックアプローチで動いてるっていう感じです。そして2小節目から結構ですね、ドミナントモーションを作りたかったのか、ちょっとモーダルに弾きたかったのかあれなんですけど、B♭ 系のコードと解釈して弾いているようなフレーズが結構多いんですよね。でここはですね、さっきの定番フレーズの5度シャープ11、11っていう風な動きにして、で最後の音シャープ11にして、で次のコードですね B♭ と解釈して、また5度シャープ11、11、5度という風にですね、結構連続したクロマチックアプローチを使うフレーズみたいな感じのフレーズにしてます。でそして最後の8小節目のところも、これもまた定番フレーズなんですけど、B♭ のコードとして解釈してルートシャープ9、ナインス、サードという風に動かすフレーズがあるんですけど、それを使ってるような動きですね。そして次の Fm7 のところ、ここは分散和音のフレーズで動かして、で次の小節の頭がルートなんですけど、このターゲットに向かってクロマチックアプローチ。そしてここからですね、次の B♭ のターゲットノート、ナインスノートまでクロマチックアプローチで半音加工していきます。でそして B♭ のところのナインスを弾いた後に、今度13の音に飛んで、そこからルートに向けてクロマチックアプローチ。でそして13までクロマチックで加工するといったようにですね、連続したクロマチックアプローチを使っているというような感じです。で次 B♭ のところで分散和音のフレーズを入れまして、そしてここも定番フレーズで分散和音のフレーズですねを入れています。でそして、A セクションの最後2小節なんですけど、ここは分散和音のフレーズでセブンスルート、そしてルート5度、そしてルートで、B♭ に向かうためにシャープ11、ちょっとクロマチックな動きを作って、それからルートルートという風に動かしています。ここまでが A セクションの説明ですね。ここまで見てもらっただけでもですね、ロン・カーターがいかにクロマチックアプローチ大好き人間かっていうのが、伝わってきますよね。それでは B セクションの説明をいってみたいと思います。まず最初のコードなんですけど E♭ メジャー7のところですね。ここの音選びはですね、最初の A セクションの最初と同じで、ルート、サード、そして次のターゲットの5度の音に向かってクロマチックアプローチしていくっていうフレーズです。そして、次の2小節目は4ビートの定番フレーズなんですけど、これも先ほどの A セクションで出てきましたね。5度シャープ11、11という風にクロマチックアプローチして、最後5度の音に戻るっていうフレーズです。でそしてここはですね、E♭として弾いてたとしても、B♭として考えて弾いてたとしても、どちらもハマるフレーズなので、ちょっとどちらを考えてたかっていうのはちょっと想像するしかないって感じですね。次のコードですね。ここも最初の1小節目と同じ音選びを使っていて、で最後の4小節目なんですけど、ここはですね、おそらく B♭として考えて、次の E♭メジャー7に向けてドミナントモーションを作りたかったようなラインだと思います。で、5小節目ですね。ここもですね、最初の1小節目と同じフレーズを弾いていて、次の E♭7のところで、ここはシンプルに5度5度ルート3度という風に動かしています。そしてA♭メジャー7にコードが変わってから、また割とシンプルなフレーズでルートと5度を使ったフレーズで弾いて、そしてA♭メジャー7の最後のところはルート5度13スという風に動いて、でこの13スから次のコードの最初の音が E♭の音になりますので、そのターゲットへのクロマチックアプローチを入れているという感じですね。そして次の Fm7 のところで分散和音を使ったフレーズなんですけど、セブンスルート、セブンス5度という風に動かしていて、そして、次の A'M7 と D♭7 の 2/5 のところですね。これも、分散和音のフレーズで構築しています。そして、Gm7 のところはクロマチックアプローチ。これはですね、3度の音、2度の音、そしてフラット9の音が出てくるんですけど、クロマチックアプローチはですね、こういう風にアボイドノートも一緒に使っていっちゃうっていうフレーズ結構多いんですよね。でここはフラットナインがですねアボイドノートなんですけど、このクロマチックアプローチのフレーズの一部として使っています。そして F シャープマイナー7のところは、これはもしかしたらですね B7 とも取れるようなピアノのソロのフレーズも一かなっていうような感じのフレーズなんですけど、どっちで弾いたとしてもハマるフレーズにはなってます。そして、最後の Fm7、Bflat7、25のところなんですけど、ここはですね、おそらく Bflat7 一発として考えていて、前半はルートから13thへクロマチックアプローチで動かして、後半は9thからルートに降りていくクロマチックアプローチをして、最後締めにオクターブ上のルートを弾いて、次のトニックコードに向かうっていう感じですね。そして Eflat メジャー7のところで、分散和音を利用したルート、シャープ11、5度、そしてルートというフレーズを使ってます。そして次の C セクションの最初が Cm7 になりますので、そこに向かうためのドミナントモーションで Dm7flat5 と G7 なんですけど、ここも分散和音のフレーズでルート、セブンス、そしてサードルートというふうに動かしています。はい、ここまでが D セクションの説明ですね。結構ロン・カーターの速い曲っていうのはクロマチックアプローチ多用してるっていうのもありますし、2つのコードをですね、1つのコードとして考えるっていうことを結構やるタイプの人なので、割とですねコピーしてですね、これどのコードで弾いてるのかなっていうのは結構大変ですね。はい、では C セクションの説明を言ってみたいと思います。 C セクションはまず最初 Cm7 から始まるんですけど、マイナー系のスケールとあと分散和音の組み合わせで弾いているフレーズになります。そして2小節目、こちらも Cm7 なんですけど、分散和音のフレーズを使ってます。そして Afl7 に移ってからクロマチックアプローチをするんですけど、このクロマチックアプローチがですね、おそらくロン・カーターの手癖だと思われます。で結構よくこのフレーズが出てきます。そして次、分散和音のフレーズでルート 9th 5度、そして 9th という風にいくんですけど、これもですね結構手癖だと思います。よくですねルート 9th 5度っていうのを結構ロンカーター対応するんですよね。なのでこうロンカーターっぽく弾きたいなっていう方はですね、こういう風に4ビートのラインを作る時にこのルートと 9th と5度、これを組み合わせたフレーズをですね使ってみると結構ロンカーターっぽくラインが組めるんじゃないかなという風に思います。そして、次の G7 のところで、分散和音を使ったフレーズ、これ結構シンプルな5度とルートのフレーズですね。そしてまた次も分散和音のフレーズなんですけど、1音ですね、フラット13っていうセブンスのテンションノートを入れてですね、ちょっとかっこいいフレーズになってます。そして次の C7 のところ、ここが分散和音のフレーズなんですけど、ルート5度、そしてシャープ9ですね。そして次の小節のルートに向けてクロマチックアプローチをしているっていう感じですね。そしてまた5度ノートにクロマチックアプローチして、そしてルートノートで締めるというような感じになります。先ほど出てきたここのシャープ9なんですけど、これミのフラットの音なんで、ここってこのシャープ9の音っていうよりも Cm のコードなんじゃないのって思われる方もいると思うんですけど、ここはですねピアノのフレーズがもう明らかに C7 のオルタードのスケールを使っているので、おそらくセブンスのコードで、そこのテンションであるシャープ9の音を使っているというふうに思います。次の Fm7 のところなんですけど、これは分散和音のフレーズでルート5度セブンスというふうにまず動いて、そこから次のルートに向かってクロマチックアプローチします。そして分散和音のフレーズ 9th、11th と続いて、11th からですね次の Afl7 のルートに向けてクロマチックアプローチします。そして、Afl7 のところで、先ほども出てきたルート 9th5 度ルートっていう、多分手癖だと思うんですけど、このフレーズを使っていて、でその後ですね Dfl7 のところで、13th の音から5度の音にクロマチックアプローチで加工するフレーズを入れてます。そしてフレーズ終わりに 9th の音で終わるっていうような感じの結構かっこいい終わり方してるんですけど、ここもしかしたらですね Dfl7 をですねもうAfl7 ぶっ通しで2小節弾いてるっていう風に考えてるのかもしれないです。そして、最後の4小節なんですけど、ここはですね分散和音のフレーズで割と弾いてて、最初の Gm7 のところがこういうような感じですね。でクロマチックアプローチで次の C7 のルートへ行って、ルートシャープ9、そして5度セブンスという風に動いて、そして、Fm7 のところはドリアンスケール内の音を使ってるっていう感じなんですけど、5度、13th、7thというような感じで、ちょっとスケール的な動きをしてますね。そしてクロマチックアプローチで次の Bfl7 の5度に行くというような感じですね。そして Bfl7 のところは5度、フラット9、ルート、そして5度という風なフレーズになっております。はい、ここまでが C セクションの紹介ですね、フレーズ紹介になります。さっき出てきたですね、クロマチックアプローチのルートから2度行ってルートに戻るやつとかですね、あと9th を使った手癖のフレーズとか、結構ですね、手軽に自分のフレーズに組み込めそうなやつとかありますんで、ぜひですねご自身でも使ってみていただけるといいかなというふうに思います。それでは最後の D セクションに行ってみたいと思います。ここはですね結構この曲の特徴なんですけど、 D セクションがちょっと4小節他のセクションより長い曲になるんですよね。でまず最初のコードなんですけど、これはですね2小節にまたがるクロマチックのちょっとトリッキーなフレーズを使ってまして、最初ルートからまずナインスまでクロマチックアプローチします。そして5度の音へ向けてクロマチックアプローチ、そしたらまたナインスの音にクロマチックアプローチで動いて、そして次のルートに向けて、クロマチックアプローチで動くというようなですねちょっとトリッキーなクロマチックアプローチのフレーズを使ってます。そして次の3度から5度に向かうクロマチックアプローチは最初の A セクションや B セクションで出てきた動きと同じです。そして、この4小節目のところは、これは B フラットとして考えて、ルート3度そして13そして5度という風に動く、これもですね結構定番フレーズなんですけど、以前にジョージ・ムラーツのコピーフレーズを紹介した時に、同じフレーズが出てきたんですけど、そういう風にですねいろんなベーシストが使う定番的なフレーズという風になっております。そして、次の E フラットメジャー7のところは、分散和音のフレーズでルート3度13スという風に動かすんですけど、ゴーストノートを入れたりしてちょっとリズミックに弾いてますね。そして次の E フラット7スのところの5度の音へ向けて、クロマチックアプローチして、その後は分散和音の、シンプルなフレーズですね、5度とルートと3度を使ったシンプルなフレーズを入れて、そして A フラットメジャー7スのところでまた分散和音のフレーズですね、ルート5度13スという風に動かして、そこから5度の音へクロマチックアプローチで加工して、13ス9ス13スというテンションノートを使った分散和音のフレーズを最後に入れています。そして続いて次の A フラットメジャー7スのところなんですけど、ここはですね5度13ス5度そして11スという風に動いて、それから3度7度9ス7度という風に分散和音を連続するようなフレーズを使ってますね。そして次の25が連続するところですけど、ここはですね割と分散和音のフレーズで攻めてて、ルート9スと動いて、次も9スそして5度ルート3度ルート5度という風に分散和音でこう攻めるようなフレーズを使ってます。そしてFm7 のところなんですけど、ここはですねピアノのフレーズに呼応してですねペダルフレーズをこう使っているような感じですね。だんだんとこうクレッシェンドしていくような盛り上がっていくようなフレーズをピアノが弾いてるんで、それに対応してロン・カーターもですねこういうペダルのフレーズを持ってきて緊張感を持たせているっていうような感じですね。そして Am7 に行く前にちょっと8分音符を使った経過音を入れてます。結構さりげなく入っててかっこいいなと思いましたけど、そして Am7 に移ってからはまた例のですね手癖のルート9ス5度そして9スという動くフレーズを使ってます。そして D フラット7スのところなんですけど、ここは5度そして7スルート5度というふうに動かしています。そして D セクション終わりの4小節なんですけど、 Fm7 スのところはまずルート9ス5度というふうに動かして、5度の音から次のルートへ向けてクロマチックアプローチですね。そしてB フラットセブンスのところは定番フレーズのルートフラット9ス3度という風に動かして、最後の B フラットメジャーセブンストニックでルートの音に解決するという風な流れになってます。そしてここの最後の2小節ですけど、2コーラス目のソロのピックアップをピアノの人が弾くんですけど、少しですねクールダウン的に2分音符にして演奏しているというような感じですね。最初の小節 E フラットメジャーセブンのとこはルート5度で、次のここは多分B フラット7だと思うんですけど、ルートとルートという風な感じで動かして弾いています。本日の動画は以上となります。ちょっと駆け足でいろいろバーッと喋っちゃったんで、聞き取りにくい場所とかですね、もしあればですねちょっと巻き戻してみてもらうとかしてもらえばなという風に思います。ロン・カーターのフレーズいかがだったですかね。クロマチックアプローチが非常に多めでですね参考になるプレイの結構多いですよね。そしてですねやっぱ特徴的な手癖のフレーズとかも出てきてですね、意外と演奏で取り入れてもらえそうかなっていう風なフレーズが多いと思いますので、是非ご自身でもですね、この動画を見てこの動画からコピーしてもらうっていうのでもいいですし、ご自身の4ビートのラインにも組み込んでいただければなというふうに思います。また何かですね分かりにくいところとか質問とかがあれば、コメント欄の方に、書き込んでいただければなというふうに思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。